下かの高野の話聞くぜイエーイ。はい、ということで始まりました、岸高の高野の話聞くぜでございます。今日はですね、去年の夏に沖縄に行ったんですよ、みんなで。でその時にね、買ったね、このなんか仮牛シャツっていうのかな、これちょっと着てみました。こういう感じで、これ着るとやっぱこう、なんて言うんでしょう、なんか沖縄の当時のこと思い出しますしね。うん、なんかこう、あの時あったかかったなとか、あの食べ物食べたなとかね、すごい思い出すんですよ。すっごい楽しかったな沖縄。また行きたいですね。今はね、こうね、沖縄とかに行くのはなるべくね、控えていただいて、で、こう、収束しましたら、徐々にこうね、皆さん行っていけたらいいと思います。行っていただいたらいいと思いますね。いいですね沖縄、イエーイ。はい、ということで今日もお悩みの方が届いております。いきます。はい、ありがとうございます。あ、今回ちょっと特別編というかね、海の宝の、動画上げたと思うんですけど、海の宝22回ですね。誰も気にしてねえよ何回とか、コメントがありました。そのコメントでちょっと質問みたいなのが来てるので、そちらをね、お答えしていこうと思います。名前が、バイセクシャル下仁田さん。どんな名前なんだよ、どんな名前、いいのか。このチャンネルを応援したくて毎日コメントしていましたが、もうそろそろネタがありません。どうしたらいいですか、ということですね。毎回コメントしてるあんたか。毎回もう見ませんって言ってずーっと書き続けてるあんたか。もう見ませんって言ってずっと見てるって、逆に言うとあんたしか見てない可能性あんだよ。ありがとな、バイセクシャル下仁田さん。名前にその自分のその好みというか自分のタイプをこう書くというね、画期的なね方ですね。のんけ高野かな、じゃあ俺は。いいのかこんなことは。え、もうネタがない。だからまあまあいいよ、なんでも。だからこうやって俺今日沖縄みたいな感じでやってるから、なんかコメントしてくれたらどうだい。今日あるだろ、いっぱい。この花の感じもそうだし。あとあれだよ、沖縄そばとか食べて、もう俺もう、めちゃくちゃハマったんだから。東京帰ってもやっぱ沖縄そば食べたいなって思うようになったよ、あれ以来。あと、そうだな、タコライスみたいなのもめちゃくちゃ好きだったし、俺。沖縄大好きだ、本当に。もう今日沖縄の話だから、その、沖縄関係でなんかこう言ってくれ、なんか話。ね。ありがとね、いつも。本当に、君だけだから。コメントしてくれんの。だからこうやってコメントしてくれたらね、こうやってみんなに絶対こうやって話すから。動画内でやるから。頼んだよ。みんなバイセクシャル下仁田みたいに頑張って、どんな応援なんだよ、バイセクシャル下仁田みたいにって。はい、ということでこちらの方ね、チャンネル登録並びに高評価お願いいたします。ありがとう。